滝沢営業所所属者岩手県交通。滝沢営業所は岩手県滝沢市にあり、主に森岡都市県北西部を管轄する営業所である。下部組織にスゴ社校を持つ。所属者料数92両、職員数約120名。松園営業所と並び、岩手県交通有数の大規模事業所である。また、大和オートワークス新滝沢整備工場も併設している。 郵便番号020-0632岩手県滝沢市牧谷林986前身は岩手中央バス青山町営業所。その後、滝沢営業所としても二度移転している。2002年4月以降は滝沢村役場駐車場構内に村から停留所敷地及び駐車場の提供を受け、実質的な操車場機能が置かれている。 旧滝沢営業所発着であった便は一部が滝沢うかい停留所発着となったが滝沢村役場あるいは滝沢営業所発着便に順次統合され滝沢うかい奏者場の廃止をもって完全に消滅した車軸間は校舎専用車軸間は校舎専用滝沢市より委託を受け福祉バスの運行を行っている現在は都南営業所宮幅営業所 芝営業所に遺憾盛岡城下町線、城下町循環線で使われた小型車両。ありがとうございます。